山下海です。今度大分選挙区2区を戦います。所属政党は日本共産党になります。私の心情は若者が希望を持て年を取っても安心して暮らせる、そんな日本を作ることです。今回の総選挙は原発から TPP、 消費税、オスプレイから安保、大変重要な争点が戦われてまいります。中でも皆さんの関心が高いのが景気と消費税の問題ではないでしょうか。今私たちはまず消費税の問題、今この消費税を3党自民民主公明で増税強行しましたが、実際にやることはまず年金 2.5% を今後3年間で下げると決めました。その上この消費税を使ってヤンバダムや整備新幹線などのいわゆる無駄な大型公共事業を作ると言っている。こんなひどい増税は絶対許せません。まずこの増税を中止させるために新しい国会で中止法案を提出いたします。同時に違う財源として日本の税金の集め方を変えていくことを提案いたします。今日本では大金持ちになればなるほど税金が安くなる、こういう異常な事態が進んでいます。所得1億円を超えると税率は下がっていって、最終的に一般サラリーマンの半分近くまで下がってしまう。大企業でも中小企業の半分以下の税金しか納めていないところは数多くあります。これはおかしいんではないでしょうか。私たちはこの問題をきちっと改革して、お金を取るという税金を取るというんだったら、まず一番儲かっているところ、またお金を持っているところにしっかりと負担してもらう、そういう当たり前の改革を行っていきます。また今税金の無駄遣いでいけば、共産党以外を受け取っている政党助成金は年間320億円、これは国会議員の数に直せば450人分以上になるんです。こんな無駄こそ正すべきではないでしょうか。皆さん、そうすればしっかり財源を用意できるんです。消費税増税必要ありません。また今回では憲法と安保の問題も問われます。今自民党や日本維新の会が憲法9条を変えて国防部も持ち過不武装をすると言っています。こんな気のせいことは私は許しません。戦前から一貫して反戦平和を訴え、民主主義を訴え続けた日本共産党として憲法9条を守る、そして平和を守るために力を尽くしてまいります。